川崎 C-1C-1C-1 は日本で開発された中型輸送機。開発は技術研究本部及び日本航空機製造。生産は川崎重工業が担当しており、初飛行は1970年11月12日。試作機を含む31機が製造され、航空自衛隊の主力戦術輸送機として運用されたほか、一部は テストベッドや訓練用電子戦機に転用された。また、航空宇宙技術研究所の実験機であるアスカのベースともなった。老朽化に伴って、平成23年度より順次に用途廃止となっており、2021年3月末現在の保有機数は9機である。やはり国産開発された C-2 が貢献域とされており、 2016年6月に量産初号機が航空自衛隊に引き渡された。航空自衛隊は1955年1月にマダップで供与されて以降カーチス C-46AD を計47機保有し主力輸送機としていた。しかし C-46 は供与された時点ですでに アメリカが衆中国での機体の生産が中止されており、部品供給などに支障をきたしていたほか、元来が旅客機であったために、機体は低翼、オリン式で、貨客搭載口も、胴体側面に設けられており、車両や大型長径貨物の搭載、空中投下ができないなど、戦術輸送機としては、不満が残っていた。 このため、1956年頃からすでに C-46 の後継機についての予備的検討が開始されていたが、初犯の事情でこの時点では具体化しなかった。1961年頃から検討が本格化し、1963年からは要求仕様の検討が着手された。完全新規開発のほか、当時開発を完了していた。 YS-11 の改造型、開発中の PS-1、p 2トの改造型やアメリカ製の C-130 の輸入も素状に載せられていたものの、1966年11月16日の装備審査会議において、新規開発と決し、その基本要目も決定された。この要目に基づき、昭和41年度より、 日本航空機製造による基本設計が開始された。昭和42年度から43年度で細部設計、43年度から試作が開始されており、試作機の製造及び管側の領収までは日光製が主担当となって実施した。日光製が選ばれたのは YS-11 を製作した実績があり、 その機能部品及びその他の関連部品を共用してコスト削減を図れること、また将来の民間機への改造可能性を視野に入れたことが理由であった。日光製は製造能力を持たないため、機体の製造は三菱重工業、川崎重工業、富士重工業、新名和工業、日本飛行機の5社が分担生産していた。 試作1号機の製造は1969年夏から始まり、川中の岐阜工場で最終組み立てが行われ、1970年8月にロールアウト11月12日に初飛行した。しかしながら、試作機の開発、製造過程で自社工場を持たない日光製の原価管理面での弱点が露呈し、 各社分担による多額の赤字が発生、量産計画にまで影響を及ぼした。また日光製は、設立立法によって民間機のみを製造すると、なっていたため、しばらくして、これを指摘されると、折しも国会では、YS-11 の赤字問題が追求されていた。ところで、野党議員によって、XC-1 も議題に上り、違法であるとの追求が巻き起こった。 これらの事情により、量産は川銃を主契約企業とすることとなり、1972年3月に先行量産契約が締結された。機体は軍用輸送機としては標準的な形態であり、高翼配置に T 字尾翼、胴体のバルジに主客を収容している。一方、この種の航空機としては他に類を見ないほどの短距離離着陸性を要求されたことから、 従来から技術研究本部で行われていた研究成果をもとに前円スラットと四段式フラップを組み合わせた高揚力装置を開発し要求通りの性能を確保した。貨物室は J79 エンジン容器を2個重列に搭載できる長さと58式1 0 5ト、mm、ル榴弾砲やその牽引用トラック60式時装1 0 6ト、mm、ル無反動砲 3,4ン救急車、コンプレッサのいずれをも搭載し得る断面を備えるものとされた。また貨物を積載する際にパレットを使用するシステムを導入したことで搭載下ろし下に必要なマンパワーの大幅な削減が可能になった。パレットの搭載のため、機内にはウィンチ等積み下ろし装置や貨物固着装置などが設置されており、最大で パレット3枚を搭載可能である。ハーフサイズのパレットの使用等も考えて、レール幅は88インチとされており、このレールとローラーコンベアは、物量の空中投下の際にも使用される。貨物の積み込みや、物量の空中投下のため、胴体の後方には、下開き及び、左右開きの貨物扉が設置されている。貨物室は、予圧されているため、 そのまま辞任を収容可能であり、通常辞任なら60名、完全武装の空挺隊員ならば45名を着席させて輸送できる。なお空挺隊員は、肺能の他に落下山を背負い、また胸にも予備山をつけるため、横幅より前後幅の方が大きくなるという特性があり、貨物室長を決める際の重要事項となった。単価であれば36床を輸送できる。 なお塗装は、初期は、全身銀色であったが、後に、試作2号機を含めた、量産機は、明細色に塗り替えられ、全身銀色の塗装を残すのは C-1FTB のみとなっている。また1983年より、C、C-1FTB と EC-1 以外の機体は、胴体上部に、夜間、悪天工事の変態飛行や、物資透過精度を向上させる。 変態広報装置を設置している。メディアを再生する離陸する C-1 輸送機ターボプロップエンジンは離着陸性能においては有利な点もあるものの高速巡航性能と一発停止時の上昇限度の要求を満たすことができず、またプロペラ等を含めると整備性、信頼性にも劣ると考えられたことから本機ではターボファンエンジンが採用されることになった。 エンジンの構成については、総発にするか4発にするかの議論も含めて4案が検討されたが、結局、すでに、マクドネルダグラス DC-9 などで採用されていた、プラットホイット 2JT8D-9 の、総発構成が採用された。ジェット化によって、高速、高高度での運用が可能となり、C-46 や YS-11 による、 定期便では一泊を要した工程も日帰りでできるようになり任務効率は飛躍的に向上したただし当時の政治状況から国内での活動にのみ絞った要求性能とせざるを得ず CX 計画の開発予算が認められた昭和41年度の時点では小笠原諸島や沖縄はまだアメリカ合衆国の私政権下にあり国内運行対象外であったため 運航に必要な航続距離を2200キロ以上とする要求はできなかった。このため、後にこれらの地域の本土復帰が実現すると国内基地間の空輸力の不足が問題となった。本機ではもともと中央翼の桁間部分に増装を組み込む余地が確保されていたことからこれを活用して燃料タンクを追加する回収が行われた。燃料容量は 標準は4182ガロンであったが、中央翼増装を設置した機体は5432ガロンに増加した。しかしその後も、伊洋島航空基地や南鳥島航空基地への空輸の際には、島に保管された貴重な燃料を給油せざるを得なかった。C-1 から派生した機体としては、空中試験を起とされた。 C-1FTB 機及び電子訓練隊に所属する電子線訓練機 E-C-1 がある。またこのほか文部省航空宇宙技術研究所の研究機、ASCA も本機の姉妹機である。当初は第4次防衛力整備計画においてフェーズドアレーレーダーを搭載した早期警戒機や、 天候偵察機なども整備される予定だったが、第一次オイルショックなどによって四次防の装備、調達計画は大幅な圧縮を余儀なくされ、これらの整備は実現しなかった。また56中行では長距離中型輸送機の整備も検討されており、C-1 のストレッチ型も素上に乗せられていたが、結局は、 対外優勝軍事援助によって C-130H を購入した。C-1FTBC-1FTB 試作1号機を1973年の試験終了後にシステムエンジン、装備品の飛行実験機としたもの。FTB はフライングテストベッドの略。外観は初期の銀色塗装のままで機種に装着された長い計測プローブが特徴。 機内も実験飛行用に回収されている。1979年に開発を開始し、1981年2月に試作開始。1982年2月から12月にかけて実用試験を実施し、試験運用の後、1983年9月12日に部隊使用承認を取得。陶器を使用して、 T-4 中等練習機の F3、アスカの FJR710、600S、P-1 紹介機の XF7 から10といった各エンジンの空中試験が行われたまた、エンジンの他にもミサイル部品や機体装備品などの試験に使用されている。飛行開発実験団に配備、一機のみ、スペック等は公開されていない。 EC-1C-1 量産機の021、号機に妨害用の J、歩く -5 電波妨害装置を搭載して、空自の航空電子専要員の育成のための ECM 訓練用電子線機に改造した機体。機首と、胴体後部に、大型のアンテナフェアリング、胴体側面にも左右二つずつに、小型アンテナフェアリングを設置し、周囲に対して、 妨害電波を発信する。胴体の前方下部にチャフポッドを設置することも可能である。1978年に ECM 装置の基本設計を開始。1979年10月7日より試作に着手。1980年11月13日に C-1 に装置を装着するための設計を開始。 1985年4月から1986年3月31日にかけて実用試験を実施し、同年6月27日に部隊使用承認を取得。J ・アルク -5 の能力向上のための開発が2002年度から2009年度までに行われ、2011年度から J ・アルク -5 改めの運用が開始された。 航空戦術共同弾電子作戦群に配備。一機のみ。スペック等は公開されていない。早期警戒機第3次防衛力整備計画において、防衛庁は、レーダーサイトの資格となる、抵抗度副域を保管するための早期警戒機の導入を計画し、候補機種としては、アメリカ海軍が運用中の E- に、PXS を母機に開発する案。 そして本機を母機に開発する案などが、訴状に載せられていた。この時点では、e、E-2 の対日リリースは不可能とされていたことから、結局、三ンジでは、レーダー搭載警戒機の研究開発を行うこととなった。その後、基本を中心とする検討の結果、1968年には、国産可能との結論が空爆に報告されたが、同年秋、 米国より E-2 完成期のリリースが可能との連絡がもたらされた。1970年7月には米国、英国に空自調査団が派遣される一方、基本では独自に駅の国内開発の可能性についての研究が継続された。これらの成果を踏まえて防衛庁は諸外国からの駅導入については信頼度が不確実と判断し、 1971年4月1日、駅の国内開発の方針を発表した。これは C-1 をベースにフェーズドアレイレーダーを搭載する計画であったが、肝心のレーダーに関しては、当時の日本企業に自主開発は困難との見方が強く、アメリカのヒューズ社製のレーダーを川重機に搭載することを検討していた。川重とヒューズ社の試算では、 導入数15機で1機あたり60億円程度と試算していた。一方、国内開発機の計画も放棄されたわけではなく、技術研究本部で開発中のアクティブフェーズドアレー、アンテナを用いたレーダーが検討されていた。しかし、日本にとって、駅は未経験の分野であることから、これを国内開発するには、コスト面の懸念があったほか、空爆では、 国内開発を待っていては、レーダー猛威という重大問題の解決が遅れることを懸念しており、少数機の先行導入を主張していた。この結果、まず E-2C を7機導入した後、次々希望でこれと同レベルの国産機を装備するという接中案で合意され、上進された。しかし1972年10月9日に、 閣議決定された4次号では、早期警戒機能向上のための電子機器等の研究開発を行うとされ、必ずしも、駅の国産化が基本方針ではなくなった。また同日の国防会議議員懇談会では、早期警戒機等の国産化問題は、白紙投し、今後輸入を含め、この種の高度の技術的判断を要する問題については、国防会議事務局に、 専門家会議を設ける等により慎重に検討することが了解された。同専門家会議では1年半にわたる検討を経て、1974年12月27日、国産化を前提とする研究開発に着手することは、見送ることとするのが適当であるとの結論に至った。これを受けて、本機を元にした、駅の案も放棄され、 外国機導入の方針で検討が進められることになり、結局は E-2C の FMS 調達となった。機雷布施設機 C-1 を改造した機雷布施設機の導入が4次母に盛り込まれていたとも報じられた。その後、53中業において海上自衛隊が c 1 3十 h 不設機6機の整備を計画したものの実現せず必要に応じて 航空自衛隊の C-130H に、所定の装備を搭載して、付設機として使用することとなった。出展、ジャスドフ、主要装備ジャスドフ航空自衛隊。2011年12月26日閲覧。テイラー、ジェームズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフト1976から77、ジェーンズ・インフォメーショングループ、ピアニッシも、124から125所言。 性能試作1号機は1971年2月24日、また3月には2号機も空自へ引き渡され、岐阜基地の実験航空隊で各種試験に供された。試験項目は、飛行性能、特性から、構造強度、系統機能、動力、電気、電子の核装置、空輸、空艇空,空投げなど11区分、約100項目に及んだ。試験終了後、 1973年4月より試験運用が開始された。輸送航空団における C-1 要因の教育のため、1973年4月には、イルマ航空隊に C-1 計画班を呼び、C、C-1 整備教育班が新設され、第4 0に飛行隊が C-46D を呼び、 Ys-11 による空輸任務を遂行しながら C-1 飛行教育を行った。なお C-46D は1969年7月には定期運行を終了していたが CX の実用化には時間がかかると見込まれたことからそれまでのつなぎとして1965年3月の 時点で YS-11 も導入したものであり、第三次防衛力整備計画ではさらに過客型を約10機追加装備することになった。しかし同機は基本的に旅客機として設計されているため、空抵抗等化等に対応できず、これらの任務には厳しい運用制限を課しつつ C-46D を使用し続けざるを得なかったことから、 CX の早期装備が渇望されていた。これに応えて、1975年4月からは C-1 による定期運行が、また1976年2月からは正規運用が開始された。三次防では、試作機2機とともに先行量産機2機の調達も盛り込まれていたほか、続く第四次防衛力整備計画では30機の 整備が予定されていたが、上記の経緯により4次棒の調達計画は、かなりの圧縮を強いられた。C-1 は、生産機数が少ないこともあって単価が、割高になることを避けられず、4次棒では24期の予算化となった。この価格高騰を受けて、財務当局からは C-1 の調達を、早期終了し C-130 の輸入に切り替える。 ことも提案されたが、この時点では、空自主要滑走路のほとんどが、C、C-130 の正規運用に耐えるだけの強度を持たなかったために見送られた。これによって、遅れは生じたものの、53中行によって36機の整備という構想は達成できる予定であった。しかし続く56中行で検討されていた。 長距離中型輸送機の整備の実現が危ぶまれていたことから1個飛行体分を C-130H の FMS 購入に振り返ることとした。これによって製造は通算31機で打ち切られることとなり1980年3月に最終契約1981年10月に最終号機が納入され C-1 の生産は終了した。 本来業務として空自基地間を結ぶ定期、不定期の貨物輸送と第一空挺団の空挺効果などの戦術訓練、支援を行っている。人員輸送は主任務ではないが空自高級幹部や基地間相互の隊員移動に用いられることもある。また、2002年7月から2007年10月末まで、 テロ特措法に基づくアメリカ軍への輸送支援のため、402.4A3 40飛行隊の C-1 が、日本国内の在日米軍横田基地、岩国基地、嘉手ナ基地間で運用された。2016年5月27日のバラクオバマの、広島訪問の際、首相の安倍晋三が、中部国際空港から、岩国基地までの移動に使用した。通常、閣僚級が、 自衛隊機を使用する場合は、政府専用機か U-4 を用いるが、現職の内閣総理大臣が移動に、戦術輸送機を使用したのは極めて稀なケースである。このように、空自輸送機部隊の主力を担ってきた C-1 も、老朽化が進んだことから、平成23年度より、用途廃止が始まった。令和2年度末時点の保有数は9機となっている。 後継機については08中規模で検討が着手されており2001年から国内開発が始まったこれによって開発された CX 時期輸送機では C-130H を上回る航続距離と積載量を目指し2010年1月26日に初飛行に成功したが配備予定は遅れていた2016年6月30日 川崎重工岐阜工場において量産初号機が防衛省に納入され、同年度末の2017年3月27日には、同省が C-2 輸送機の開発完了を発表、翌日付で、美穂基地の第403飛行隊に配備され、同月30日には記念式典が開催された。2018年には、 第403飛行隊への C-2 配備が進んだことを受け、胴体は C-1 の運用を終了し、保有機材は第402飛行隊へと移管された。ありがとうございます。